この時の出来事をいつも思い出す。今や日本の国は令和の時代を迎えている。あの事件から300年以上の歳月を経て、この国も大きく変わった。これが300年後の日本の現実とは。これでは悪王の者どもに、あ、いや、堀部安兵衛、竹爪に申し訳が立たんわ。元禄悪王事件、これほど多く資料を残したというふうに、なぜ日本人にその心、その現実が伝わっておらんのか。え、伝わっていないのですか。何者。あ、これを失礼しました。先ほどからあなた様の様子を伺っておりました、うん、決して怪しいものではございません。私は令和の時代に生きるものです。令和の時代のものか。は、これはちょうどよい。今の時代のものに伝えとうての、参上した次第にござそうろう。私は小西と申します。あなたはどちら様でしょうか。拙者は細井光沢と申す。元禄悪王事件が起きた頃の学者でござそうろう。それでは小西殿、よろしくお願いを申します。細井光沢だ。先ほど元禄悪王事件が起きた頃の学者とお聞きしましたが、光沢殿は事件に関わりがあったのでしょうか。もちろん深く関わっておる。小西殿に聞くが、赤穂の侍どもの中に堀部安兵衛と申す者がいたことを知っておるか。まあこれを見よ。どうじゃ、知っておるか。それは当然知っています、ならば話が早い。その竹常と拙者は剣術道場が同じでな。竹常は師範代、剣術の腕は相当なものであった。はい、功労士の中でも最も剣豪だったと聞いています。その通り、竹常ほどの剣豪はなかなかおらぬわ。その竹常と拙者は熱い信頼関係で結ばれておった。その証拠に竹常の日記を拙者が授かったものだ。あの竹爪日記を預かったのは細井光沢殿でしたか。その通り。竹爪は何でも拙者に相談してくれたものじゃった。ご自分の日記を預けるくらいですから、熱い信頼関係があったことを感じります。なるほど、堀部安兵衛殿と細井光沢殿の信頼関係の厚さから、現代の日本人に事件の真実が伝わっていないと嘆いておられたんですね。そのことをお教え願いたいです。どのようなことなのかを。昭和平成そして令和に生きる者ども、お主たちは近代日本など何をほざいておる。心を失った者どもよ、元禄悪王事件を何と心得る。日本の心を失ったもの。拙者だけではござらん。皆が嘆いておる。事件に関与したものだけではござらん。その後の日本人、皆が嘆いておるのじゃ。小西殿、この意味がお分かりか。申し訳ない。何を言いたいのか全く分かりません。そうであろうな。わからぬであろうな。それでは一つ、小西殿に大切なことを言っておく。事件が起きて、その後、
浄瑠璃や歌舞伎、忠臣蔵物と言われる芝居が大変な人気となった。よいな。そして、元禄赤穂事件は後の世に長く伝えられることになった。それはわかります。南屋から称賛され受け継がれることになったのでござるよ。今でも、令和の時代でも、日本全国に忠臣蔵ファンはたくさんいます。ところが、否定的なものもいるにはいますが、いや、今や忠臣蔵と聞いても、知らないものもいる。なるほど。そんな時代です。そのことは知っておる。知っておるから、拙者が令和の時代に姿を現したのでござる。と言いますと、その前、お主は元禄赤穂事件と忠臣蔵の違いを分かっておるのでござろうな。元禄赤穂事件と忠臣蔵の違い。そうじゃ。歴史的な事実、これを元禄赤穂事件と申す。忠臣蔵ものは全てが芝居でござろう。ああ、その通りですね。近代日本と称する者どもよ、お主たちは何を見ておる。芝居だけを見て何をござえておる。少なくとも江戸期において忠臣蔵者が大変な人気であったのはじゃな、あの事件が日本人の心そのものであることを分かっておったからだ。芝居を見て日本の誇りを感じ、日本の誇りを持てたからじゃ。元禄赤穂事件の真実を知っていたからこその芝居。その通り。芝居を歴史者と錯覚する者がおらぬわ。そう言われれば返すことはありません。さも自分たちが全てを知ってるかのごとく振る舞う現代人。過去の日本人が日本の心を感じ称賛してきた出来事、令和の時代の者どもが否定するとは何事。過去数百年の日本人を否定するとは、これが嘆かずには折れるか。過去数百年の日本人の否定、うん、それは言い過ぎでは。過去数百年、日本の心を失った者どもの言いたい放題となっておる。そうではござらぬか。それも言い過ぎだと思われるか。何も言わずともよかろう。ここで出会ったのも何かの縁。私は真実が知りたい。それでこそ日本人。先ほど私が全国に忠臣蔵ファンは数多くいる、ところが否定的な方もいる、そう話した時に、光沢殿はそれを知っているから令和の時代に姿を現したとおっしゃいました。それはどういうことでしょうか。元禄赤穂事件に関する歴史的な資料は数多く残っておろう。そのことは知っておるな。はい、資料は数多く残っていると聞いております。うん。その中に最も重要な資料の一つに匠家来工場がござる。ああ、匠家来工場、あの吉良邸に置き残した文章ですね。さよう、その通り。工場の重要性が小西殿にはわかるかな。もちろん。なんといっても赤穂浪士が吉良邸に陥った時の文章ですから、それは大切なものかと。やはりな。その程度の認識で大切だと言えるような文章ではござらぬわ。小西殿、これを見ろ。これが工場書きじゃ。な、匠家来工場は神妙として赤穂の浪人どもが吉良邸に残しおいた最後の文書でござそうろう。この世に言い残す最後の言葉を書き綴ったもの。この文章が読めないならば、赤穂事件の真相を知ることは不可能。この工場の
最後に、この事件を調べるならば、本文をよく読んでほしいと願い立てまつっておる。そのながら、はっは、見事な口上。これだけで事件のすべてがわかるというものじゃ。この事件のすべてがわかるのですか。そうじゃ。現代人には読めない文章です。いや、理解が難しい文章です。やはり、この文章が読めんと申すか。はい。特に行間は全く読めません。行を読むにしても、多くの現代人が分かる言葉に書き換える必要があります。時代は変わったものよの。匠家来工場、猿年、三月匠の件、直使行王役の事柄について、吉良上野介殿に意趣がありましたところ、江戸城においてその場を避けられない事柄があったのでしょうか。人情に及びました。時節場所をわきまえない行動は、武作法の極みにつき、切腹を仰せつけられ、領地とお城を取り上げられましたこと、家来どもは、恐れ慎み、お上の使いの者の命令を受け、領地を差し上げ、家の者は早々に離散いたしました。右喧嘩の時ご同席で押さえとどめた方があり、上野介殿を打ちとどめず、匠の最後は心の底から念が残ったでしょう。でも家来たちは耐え難いことの成り行きでございます。宝家のお偉方に家来たちが積もり積もった怒りを差し挟むことは、恐れ慎み遠慮することですが、君父の仇とは同じ空の下で暮らさないの事柄を黙って見ていることは難しい。今日上野介殿のお宅へ無礼ながら押しかけてまいりました。すべて某主の意思を継いだまでにございます。私どもの死後もし調べる方がいらっしゃいますならば、本文をよく読むことを願い立てまつる次第です。以上のようなことでございます。これほどの簡単な文章であれば皆がわかるであろうと思いたいところじゃがの。残念ながら文章は読めても、その行間は意味が理解できないところが本音でございます。行間を読むとな、そのようなことではござらぬであろう。どういうことですか。近代日本人どもが何を言っておるのか知っておるか。行間を読む、あるいは行を読む、それ以前の問題であると言っておる。それ以前の問題。その通り。素直に文章を読むことから始めるのだ。この部分の説明はいらんでござろう。タイトルというのか見出しですね。冒頭に大切なことを記載しておる。大切なこと、そうでしょうか。そのようには思えませんが。よく読むのだ、素直に。これまでの忠臣暮らし感を白紙にしてじゃな。素直に文章を読めば見えるものがある。大切な、何が書かれているのですか。私には人情事件の原因が家来にも分かっていないと書かれているように思えてなりません。その点のどこが大切なんですか。小西殿は文章が読めないのでござそうろうか。
この冒頭に綴られていることは人情事件に及びました。ではござらぬか。はい、そう書かれていますね。うん、人情事件の因果を書いているということでござろう。え、一つ加えておこう。この文章を素直に読めば現代人の信じている忠臣蔵史観は覆ることになっているが、次の文章に合わせて読めばわかる。この部分は事件の経緯ですね。その通り。結果的に経緯が記されている。結果的にですか？ああ、結果的に経緯となっているな。この経緯がなぜ書かれたのか。それは先ほどの冒頭に記載の文章に対応するため、特にじゃ江戸城においてその場を避けられない事柄があったのでしょうかの疑問文に対応させているのだ。先ほどの疑問文に対応させている、うん、その結果が経緯ということですね。ん、どういうことだ。文章のままでござそうろ。江戸城内の出来事は何があったのかは知らない。だが匠の不作法な振る舞い、その件は家来として恐れ慎み受け入れている。これが経緯であるのじゃ。やはり家来たちは江戸城で何があったのかを知らないのではないですか。ああ、当然のことじゃ。おかしいではないですか。ん？何がじゃ。家来たちは江戸城で何かあったのかを知らないのでしょう。江戸城での出来事、家来が知ってるとは言えるはずがない。小西殿は何を勘違いされておるのか知らぬか。江戸城内で起きた事件、この事件を誰が取り調べて誰が裁いたのか知らぬのか。それはお上というのか徳川殿というのか。ああ、知っておるではないか。徳川殿のお裁きに違いない。あの人情事件について徳川殿はな、何が起こったのかを公表しておらぬゆえにじゃ。家来どもは江戸城においてその場を避けられないことがあったのでしょうかと疑問文になる。なるほど。徳川から知らされない限り取り調べの内容は家来もわからないということですね。その通り。あの疑問文がなければ徳川の取り調べに対する不服文になるのだ。赤穂の者どもは国賊となるのじゃ。小西殿、お気づきになられたか。江戸城の出来事ではない。それ以前から意思があった。それに疑問文がなければ取り調べが不十分だと主張することになる。そうなれば徳川に対する不服文になってしまう。なるほど。その通り。口上の冒頭に吉良家と浅野家には意思があったことを記している。よいな、これが事件の根本原因。なんということ。根本原因は江戸城の事件にあらず。これが匠家来口上の冒頭、元禄赤穂事件と芝居の忠臣蔵の違いがこれだけでよくわかるであろう。浅野家と吉良家の関係を知らずしてじゃな、元禄赤穂事件を語れることは何もない。浅野長勝はネネを養女にもらい受けた。ネネと夫婦になった木下藤吉郎は後の関白豊臣秀吉である。浅野長勝の家督を継いだ長政は豊臣政権下において
五奉行の筆頭奉行となる。室町時代の末期、尾張の小田家中で起こった些細な出来事を絵にし、尾張の田舎侍浅野長勝を父としたその家族が天下を動かすことになる。乱世に起こった些細な出来事が元禄の大喧嘩の水花ことの始まりになるなどと誰がこの時予想できたであろうか。破口の因果、食法の時代にその種はまかれた。元禄の時代に赤き蓮華が乱れ咲く。元禄赤穂事件勃発までまだ時は遠い。こうして赤穂夢物語の幕は開いた。なんと遺恨は戦国の世にあったのですか。いや、そうではない。遺恨の種に過ぎん。遺恨の種、遺恨そのものではないのか。これは日本の歴史を学び直す必要がありそうだ。歴史とな。口上の後半部分には何が書かれているんですか。もとより口上でござる、大義が書かれていなければ口上はあり申さん。赤穂浅野の大義が示されておる。赤穂浅野の大義、そうじゃ。決して家来の大義ではござらん。あの時の記憶は鮮明によみがえる、竹常。赤穂浅野の大義。工場に拙者が書き残した文字。え、細い光沢殿が書き記した文字。慌てなくてもよい、小西殿。拙者との出会いが全てを明らかにする。良いな。